キャバで働いてた時のムカついた話、働いてた中でもダントツでムカつくおじさまがいて、初めて来てくれたお客様で女の子を指名してくれることを場内って言うんだけど、場内で指名してくれた後に本指名で何回も通ってくれてた人なのね。回数増えるとさ、仲良くなってさ、エロい話題にもなってくるのよ。そしたら胸のサイズやら、どういう夜のシチュエーションやら、何が好きなのみたいな、仕事だから笑顔で対応してたのね、やっぱ。でそしたら仕事終わった後に飲みに行こうって誘われることをアフターって言うんやけど、気持ちよく誘ってくれるなら全然行くのよね。でもそのおじさまがものすごく下心あるような誘い方をしてきたの。え、どんな感じ？ホテル行こうよとかなら全然クリアだし。全然クリアじゃないだろそれ。ド直球ならまだそれは無理ですよとか言えるじゃん。でもなんか酔ったらどうなるのとか、いい場所あるからみたいな感じで言ってくる、すごい遠回しなおじさまで。いや、それとエッチしようよな。俺一緒だと思うけど。やっぱキモいじゃん。でも大体おじさまたちって話す内容の流れって決まってて、満足いくぐらいエロトークしたら今度は地元話をしだすのね。大体ね、その内容が私がよく通る地元民しか知らない道だったりだとか、怖いぐらい地元の話が多かったの。え、もしかしてこの人本当に地元民なのかもと思って話したら、一瞬娘の話をしだしたんよ。うちの娘も最近さ、サムちゃんみたいにゲレゲレしてきてお父さん心配なんだよみたいな、サムちゃんだったら逆に大歓迎なんだけどねみたいなことを言い出すから、サムより可愛いの見せて見せてみたいな感じで言って、見せてくれたの。見せてくれたその写真がサムの友達であ、マジで。仮にさ、その娘の名前をミサってするじゃん、うん、え、ミサじゃんってなったのよ、心の中で。見せてくれた時に一瞬固まったんだけど、やっぱプロ根性でその場は気づかれずに流したんやけど、うん、その後もキモいトークが止まらなくて、おじさんがキスマつけてくれたら喜んでくれるとか、やばくない？友達のお父さんがね。アフターに付き合ったことないから、店終わった後はどこ行ってるの、遅くまで空いてる店にはしごしてるのかなと思って聞いてみたの、そのこと。そしたらサムちゃん見て興奮した気持ちのまま帰れないから、いつもこの後は風俗行ってんねん。キショくない？キショいつか気まずいな。ここまでの話だったらキモいお客様がいましたって話なんだけど、この続きがあって、サムのイベント日にネックレスをもらったの。ネックレスをもらって、そのネックレスはちゃんとしたブランドのいい値段のするものだったんだけど、サムもこの仕事してたらわかるのよ、なんか箱未開封じゃなくねって。見るからに使用感があって、リボンの結び方もお見せ仕様じゃないし、たまに新品開けてお手紙を入れてくれる人もいるのね。そんなのかなって思ってたらそうでもなくて、その時はありがとうございますっていただいたの。しばらくしたらおじさまの娘のミサから半泣きで相談の電話が来て、彼氏からもらったネックレスなくなったの。タイミング的にもおかしいなと思って、そのブランド名を聞いたら、私がもらったネックレスのブランド名と同じで、あのさん私にプレゼントしたの、娘が彼氏にもらったもんパクってあげたのかよ。いや、きっしょ。友達のミサに今までの流れのことを言ったの。ちょうど明日店に来るって言ってたから、サムがまず行って、私からだと知らないとか言い放って逃げられそうだから、しっかり仕返しがしたいって言われたから、お当日何も知らないおじさまが来て、実は私ミサの友達なんだよねっていう。このネックレスミサから盗んだやつだよね、彼氏からもらったプレゼントそのまま持ってきたんでしょ、最低だねって言ったら、おじさまの顔面が真っ白になって、さすがに反省すると思うじゃん。そしたら一緒に娘に謝ってほしいって言われて、嫌われたくないっておじさまがお願いしてきた。何言ってんだこいつって思ったんだけど、その後にこの後アフター行ける大事な話だから、個室でゆっくりお酒飲みながら来れるかなって言われたの、おじさまに。この子に及んで口説いてきチンポが止まんねえよ。落ち着いて考えて、さすがにこの流れで口説かないなと思って、それ下心ないって聞いたの。サムちゃんが求めてくれるなら断らないって言ってきたの。なんでだよ。すぐに店内でブチ切れたっていう、そんなお話でした。最後にキャバとか夜食で楽して稼げるイメージを持ってる人がいたら、マジで大変だからねっていうのを伝えたくて、こんな経験もするし、食べ物に異物入れて渡してくるお客様もザラにいるよ。